でもどっちも見たいよね。あ、でも画像を見た、めっちゃ可愛かった。先輩もめっちゃ可愛かった。あ、ゴジスタ、そう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 、それですね。今日も小内ヘラブが解禁なので、ちょっとあのこれ言い過ぎると本当になんか歌詞とか言いそうで怖いので、あんまりちょっとやめときます。ちょっと本当に怖いから。今メールに書いたので、ちょっとメールの方でチェックしていただいたらって思います。はい、そう、壊れ、ブルーレコード壊れてるから何も録画できないんですよ。だからリアルタイムでしか見れなくて、音楽番組とか本当に YouTube で見るしかない。そう、鼻歌歌うしようでめっちゃ怖いんですよ。だから本当にいつもショールームめっちゃ気をつけてて、ワンちゃん歌ってるかもしれないくらいなんですけど、マジで歌いそうで怖いから、ちょっと小内フラグのことは一回忘れます。だから題名とか言っていいんだっけとか、本当それレベル本当にやめてきます。そうです、今日の夜です。とか、メールで詳細と、マジで恋打ちフラグの時のオフショットがたくさんあるんですよ。で、先輩とのすぐオフショット撮ってもらったので、ちょっとたくさん送ります。本当に怖いからちょっとやめときます。本当に鼻歌一番怖い。やめときます。本当に怖いからね。メイミーはあれだよね、解禁されてるよね。びっくりした。そうやって脅かさないでよ、本当に。本当に怖いから。題名は大丈夫だよね、題名大丈夫だよね、題名大丈夫だよね、題名大丈夫だよね。びっくりした。だからちょっと出だしどんな感じだったっけ。怖い。これだからショールームは怖いよ。ショールーム怖い。怖い。みんな怖すぎでしょ。怖い。怖い。ちょっとやめます。配信が終わったらパンを食べます。はい。その前にリップ変えた、なんかその辺にあるやつを勝手に塗りました。あ、ラジオ。で、結局なんかめっちゃ美味しいチョコ食べたっていうとでもいい話。あとなんかめっちゃこういうゲームが流行ってる学校で、なんかもう怖い。なんかこうやってやって、なんか相手にこうコンってコンってコンってやって、なんかこうやってずれたら負けで、どんどんこうやってこれが難しいんだよ。こうやってやってコーンってやって、でまたずれたらこうやってコーンってやって、こうやってやってコーンってやって、で先になくなったのが負けっていうゲームめっちゃはまってる今。めっちゃ楽しい、これ。もうずっとこれやってるってぐらいだから、もう爪切ってこようねって言って、怪我すると危ないから爪切ってこようかねって言って、爪長いと危ないから今日から。めっちゃ楽しいこれ、やばい、めっちゃ楽しい。MC とかじゃできないけど、めっちゃ楽しいんですよ本当に。めっちゃ楽しいからちょっとやってみてください。一人じゃできないけど、コーンってやるやつ楽しい。こんにちは、初見さんありがとうございます。でも MC でやりたいんだけどね、できない。そうそう、ついちゃうから、マイク危ないしね。あけおめありがとうございます。なんていう名前なんだろうね、名前は分かんないけど、コンコンゲームでいこう。こんばんは、初見さんありがとうございます。あけおめおめ、バランありがとうございます。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 めっちゃ乾燥するよねこの辺。ありがとうございます。何それ、叩いてかぶってじゃんけんポンするときのポンってやるやつみたい。明日はもうなんか何が言っていいか何が言ってはいけないか分かんなくなってきちゃう。明日は公演ですよね。明日公演ですよね。そうなんですよ。で明日は2回公演ですよね。言っていいよね、2回公演ですよね。お知らせは基本本当にメールで言うようにします。
一つずつ気をつけて発言しないと本当に言っちゃいそうで怖いから、はい、特に毎日やってるとね本当にダメですね。やる気た今も向きたよかったね。もうやめてよ本当に怖い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 。あ、すごい、なんかモコモコしてた。ありがとうございます。叩いてかぶってジャンケンポン、ありがとうございます。怖い。あさってのサインクリアの話、え、それまだまだ秘密の話なんです。なんで知ってるんですか嘘です。あさってサイン会で楽しみにしてください。応募してよって方ありがとうございます。東京市民だから申し訳ない。ああそうなの、え、そうなんだ。こんにちは。ちょちょちょ、そうだね、明日は青春ガールズ公演なのでぜひ見てください。お疲れ様です。テレビで西あの成人式のやつやったら教えてください。公演の見どころは、公演は、まこ、あ、ああちょっと、ま、言っちゃ、そうですね、私はいつも通り平常に、でもいつもより絶対に下げないように、あのね、下げ、なんかいつもと同じはいいんだよ。だから別に下げなければいいの、下げたらダメなんですよ、下げたらダメなんですよ。だからあのその上に、まあ、上がることも大事だけど、もう下がっちゃダメだから、いつもにあのここに入れるように頑張りたいと思います。あの衣装は大丈夫です。あの一回あっちの方に通って、あっちの方が送ってくださってるから、それは OK ってことです。し、あのポスターと、あの手形会の時に後ろにあるポスターと同じ衣装なので大丈夫です。はい、でもね、衣装は同じなので大丈夫です。そうです、上限維持があのが目的で、毎回公演の目標っていうか、なんかそれは絶対にやらなきゃいけないことです。あとは MC を頑張りたいです。またボコボコありがとうございます。歌う日付変更性の新しい自分の未来も、あそこだっけ、なんか一番笑えるとこだと思ってて、なんか歌詞的にも、なんかだからあそこは絶対にカメラに向かって笑うようにしてた。カメラ見やすかったし、抜かれるって分かってたから、あそこは。でも嬉しい、そうやって言ってもらうの、ありがとうございます。あー怖いな、ちょっとショールームえ、エゴさんとマキコさんのショールーム見てました。なんか音、なんかでもあの E のとこが見れなかったのでちょっと痛いです。モバメめっちゃ可愛い、嬉しい。ぜひ撮ってない方撮ってみてください。マジでめっちゃオフショットあるから、やっと載せれるって感じで嬉しい。今日やってたマキコさんのショールームをちょっと見てた、帰ってきてから。まんじゅう怖い。あの写真は中坂さんに確か撮ってもらった写真ですね。怖い。みんな怖い。なんでみんなそんな怖いの？場所は多分良かったと思う。あのなんていうの？一回通って送られてるってことは大丈夫だと思います。ちょ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 言いたい、今言いたいことあるんでしょ、言ってみなって。何歳に言ってんだよフ
だねこれ。なんか歌うと歌っちゃいそうですね。なんかちょっとなんかちょっと違う話でしょ。なんか喋りますね。何喋ろっかな。あ、かわいい。あ、そう、勉強始めたら歌っちゃうからダメ。かわいい。学校で歌ってそう。まあ学校の間何もわかんないから、何もわかんないっていうか曲わかんないから大丈夫。かわいいよね、ほんとかわいい。こんなさ、シンプルな顔なのになんでこんなかわいいんだろうね。マナーはこのお洋服を着て、ルンリュックを背負って。サンリオピューロランドに行きたいですね。いいね、こんな緊張感があるショールーム、本当に1年ぶりぐらいです。1年ぶりじゃない、初めての時ぐらい。初めての時のショールームはめっちゃ緊張してた。本当に緊張してた。めっちゃバーンってやって、めっちゃ部屋が悲惨になった時ですね。あれ自分の部屋じゃなかったしね。ポーニーテル、こんばんは。あ、さっき4時間前ぐらいに乃木坂さんの新曲のあの MV が公開されてた。やっぱない、緊張感しかない。まあ、でもいい緊張感ですよ。こういう緊張感は絶対に必要。あ、メーテル見てた。あ、またバカバカありがとうございます。おー、ありがとうございます。本当にたたい、あ、おみくじか、おみくじだ。あれ、この情報って公開されてたよね。いやでも怖いからやめとこう。山下さんめっちゃ可愛かった。その後になんかバースデーライブのなんかあの帰り道は遠回りをしたくないみたいなのやつ の遠藤さくらさんがセンターのやつで、わなは本当にそれでもらい泣きしそうで危なかったですね。あれは素晴らしい。今日奇獣？何それ。あ、月が綺麗な日？違う。もう知ってるかのように。そうなんだ。しょうがないね。でもね、25分までだからさ。あ、でもそんな時間ないか。なんか AKB さんの衣装でなんかもやしの衣装あるんですね。この間ゆきりんさんの YouTube 見てて出てきて、あとなんか AKB 新聞さん の衣装、あれめっちゃ普通にめっちゃ可愛いって思った。今出てる？テレビアンチ。278日ありがとうございます。ありがとうございます。あれ一回でも来てみたい。ちょっとあれはね、ちょっと興味持ったね。ああいう
本当にだってあの本当に278日健康ってことですもんね。すごいと思う本当に。健康健康ですごい。なんか今まで絶対毎年インフルかかる人だったし、絶対1年に 3回ぐらいは体調なんか風邪とかで体調崩す人だったのに、なんかでもまあ今気をつけ、アルコールとかマスク毎日してるし、アルコールしてるし気をつけてるってのもあるのかもしれないけど、すごいすごい、なんか全然風邪ひかない。でみんなもそうだよね多分。まあなんか今年は余計に。あ、ユナモギョさんも見てます。あの昨日上がったあの新年の過ごし方みたいなやつも見た。ね、風邪ひかないよねやっぱりね。あ、体力がついたのもあるね。なんか逆にあのもうマスク外せないと思う普通に。マスク外してどっか行けないと思う。なんかもしあのはなんかもうこの状況が収まったとしてもじゃないですか。なんかもうなんか給食の時はマスク外すんですけど、なんかもう最初は慣れなくてすごい嫌でした。なんかもうなんか見られてないけど別になんか自意識過剰みたいだけど、なんか嫌だって、なんか見られてたら嫌だなみたいな。ありがとうございます。ジングルベールジングルベール鈴が鳴る。もっと歌うと怖いな。うん、本当になんかマスクここ守られてるだけですごいなんか安心感ある。安心感ある、ね、なんならマジでここもさ見えないけど、なんか外からは見えないけど中からは見えるみたいな、そういうシステム欲しいよね。あ、そうマスク忘れて家にも本当にそれあのもうなんかあ忘れたって思って戻る時とか最初そうだった。でももう今はもう忘れなくなった。怪しい人確かに。でもなんかねめっちゃ安心感あるよね。なんか昔めっちゃ嫌いだったんですよ。なんかもうインフルエンザの時期でもなんかクラスには3人ぐらい4人ぐらいいる絶対マスクしてない人みたいな、なんかしてもガーゼマスクみたいなキャラ、なんかそういう人だったんですけど、あのそういう人だったんですけど、なんかもう絶対マスクするようになったしね。そうなんならもうなんかこのマスクがいいみたいな、あのもうこれしかつけれないみたいなのも見つかりました。おテレビ、お見たい見たい見たい、こんな感じ。どうですか。あやめろさんめっちゃ可愛かった。あとでなんか上がるといいな。それかなんか動画撮ってくれてないかな。あーそっか、そうだね、愛知県に住んでないとか。ピッと曇らない。でもなんかさピッとつけてるとなんかあの息しやすいよね。初見さんありがとうございます。あ、東海なんかアナンはあの白マスクかピッタのグレーしかしないんですけど、なんかピッタを最初につける時の匂いがめっちゃ好き。最初は苦手だったけどなんか新品の最初の時めっちゃ好き。サインよろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。丁寧に書かせていただきます。よろしくお願いします。
なんか黒はしないね。黒はほんとしない。なんかちょっと苦労するのには勇気がいる、まだ。どんなサインか楽しみ、楽しみにしてください。手洗うの大きくないんだけど、なんかアナンはマジで給食の前に手洗うんですけど、あのここから上だけが今日マジで赤、本当になんかもう本当に赤くなって、何やったんってぐらい水つけただけでめっちゃ赤くなって、でも毎年そうなんですよね。膝も赤くなるし、寒くなるとめっちゃマジで赤くなるから、ちょっとそれそこだけですかね、私の手は。あと生命線が長いのだけで、グレーって言ってもなんか薄いグレーみたいな、黒のグレーの方じゃなくてめっちゃ薄いグレーの方ですね。初見さんありがとうございます。なんかやっぱ初見ってついてると嬉しいよね。これヒリヒリして、でも痒くて仕方ない。ちょっとこうやってやってた。あ、指長いと関係ない。なんか足がでかいと身長伸びるみたいな聞いたことある。そう。君はい。あ、今日学校の給食であれ流れた、シンクロニシティ流れた。やっぱちょっとアイドル曲流れると嬉しいですよね。いきなり渚のイメージとか流れたらびっくりするけどね。 GC で160高いよね。どうなんだろう。アナのクラスだと真ん中ぐらい、みんな結構高いんですよ。じゃんじゃらじゃんじゃら、ありがとうございます。なんちゃん着物似合いそう。アナね、なんか着物の写真があるんですけど、撮ったんですよ、あの写真ね、小6の時。ミレちゃんも撮りに行ってたじゃないですか、この間。で前ね、載せようとしたんですけどなくて、ちょっと探してみよう。押したいからちょっと探してみよう。あ、しかも今日ブロックラッシュやな。ちょっと探してみます。ねえ、ミリちゃんめっちゃ可愛かった。さすが紫っぽいなって思った。ちょっと探してみます。今日ブログ書きます。はい、ってことでこの辺で終わりたいと思います。見てくださった1996人の方ありがとうございました。コメントしてくださった方ありがとうございます。ギフトと星たくさんありがとうございました。明日はあのショールームは多分早くなると思います。6時15分とかかな、それが6時台にやります。バランありがとうございます。それではありがとうございました。またな、バイバイ。探してみます。バイバイ。